出身の技術者発明家サミュエル・モールスの電信実験に協力した。相互接続の観点より、日本語でベル系、またはベルシステムと呼ばれるアメリカ合衆国の電話事業の原型を完成させたアメリカン電話電信会社の初代社長となったセオドア・ニュートン・ベールはいとこにあたる。1807年、アメリカ合衆国ニュージージー州モリスタウンで、 鉄工所を創業していた企業家スティーブン・ベールのもとに生まれる。ニューヨーク大学で進学を学び卒業後、1837年にモールスと出会い電信実験に興味を持ったベールは、発明の権利を分かち合う見返りとして、特許獲得の費用を負担すること、実験装置の開発に協力することをモールスに申し出る。この結果、鉄工所を営んでいたベールの父親による、 経済的支援の下で、モリスタウンの工場において3人目の協力者である、科学者のレオナルド・ガレット開発チームが結成され、1838年1月6日に、公式に、電信実験に成功。1844年3月24日に、アメリカ合衆国議会が承認し費用を供出した、ワシントン DC ボルチモア館の公開電信実験において、 モールスに協力したベールは、アメリカ最初の伝文である、コワット・ハス・ゴット・ロートを受信して、電信の実用化を証明した。この後も、モールスと電信について研究していたが、やがて興味を失い手を引いている。生誕の地である、モリスタウンにてボス。アルフレッド・ベール、ワールド・オブ・インベーション、アクセスト・ジュミ一、二2008、アルフレッド・ベール・ワズ・ボーン、オン・セプテンバー25。 1807インボリスタウンニュージャージーウェアヒズファーザースティーブンオペレーテッドザスピードエルアイアンワークスありがとうございます